今回は、うん、夢の古民家プレゼン大会です。よーし。どういうことかと言いますと、古民家をこれから解体していくわけなんですが、はい、その後です、どういう古民家我らのホームにしていきたいかというのを熱い思いを込めてね、みんなにしたためていただいたので、はい、そのイラストをこれから発表していこうと思います。はい、はい、先生から発表してもらいましょうか。ここにバーンって、うん、よいしょ。ん？玄関変わらずそこね。はい、はい、あ、ここは玄関、あ、こっちは玄関ですね。そう、はい、入って左が京ちゃんの部屋ね。おで、大広間ね。おで、後ろがゲストルーム。はい、はい、で、縁側をつけると。なるほど。なんで逆で書いたんですか。どれ逆？名前絶対上下反対でしょ、それ。どこ？家を正面から見た時に、ね、絶対に、ね、なるほどね。絶対見たいのこうなんだよ。なるほど。みんなだって正面から家を捉えるから。なるほど。だってここ玄関でしょ。確かにそうだな。でこう確かにそうだな。なんでそんな難しいことしたんですか。まあいいんだよ、ほら壊してみなきゃ分かんないんだから、はい、皆さんはこれを頭の中で反転させて見てくださいね。まあ土間にかまどでも作りましょうと。あー、かまどいいな。はいはいはい。お、現実的にほら柱は変えらんないから、うん、まあこんな感じかなってとこ。はいはい、なるほど。プレゼンは終わりですか。いいよ、別にいいじゃん。みんなもっといいのあんだろうね。ありますよ。ありますよ。やべえ、これやべえ。じゃあきょうちゃん、これやだな、さっきのやつを見た状態であんだけボロクソ言われてて。頼むよ。早く見せて。はい。でも向きちゃんとしてますから、玄関の方を。みんな薄いんだよ。薄いな、うん、ここ今大広間っていうか、今なんていうんですか、冷蔵庫があるところ、うん、と今になってるところね。あ、そうです、そうです。カットします。そことこれカットそこと後ろの部屋つなげて大広間にしようかなっていうのと、うん、はあ、はい、で土間のところにちょっと一段だけ高くしていろりを作りたいなっていうのが。そこに作るの。あ、ここです。いろりは大広間の上に、うん、真ん中じゃない。大広間だとなんかちょっと危ないかなっていうのが。だって全部いろりってしまえるじゃん、うんうん、なんだと。昔のいろりはしまえないけど。囲めないじゃん、うん、いや囲めます、囲めます。 L 字じゃん、 L 字で座るしかないじゃん。段落を放棄してるじゃん。階段隠すんだ。で階段隠したいじゃないですか。え、どうやって？ほら2階、どうやって行くの？引いて下ろす、はい、そういう系の忍者屋敷みたい。あとこれ、あの外せないの。何？掛け軸の裏に部屋があるっていう。あ、やっぱりだ。うるさいな。何よその。これでもさ、こんなところだったらさ、掛け軸の裏はもう山じゃん。ここだよ。ここの大広間って一段高くなってるところ和室に結構あるんですが、そこに掛け軸かかってて、掛け軸ピラッて開くと後ろに部屋がある。でもさ、こっからも行けんでしょ。いや、こっちから行けないですよ。なんで？ここからしか入れないの。ここからだけしか入れないです。忍者屋敷を作ろうと。作りたいです。まあロマンだよね。じゃあドアもあれじゃん。そうで、回転回転そうで、これでそこまでやるんなら回転式にしよう。暮らしづらいわ。まあいいよ。あ、でもいいんじゃない。もういいんじゃない、うん、大丈夫大丈夫。却下却下。はい、残念。続きまして、狩野選手の挑戦です。来ましたね、はい、狩野ジョブズでございます。まずはね、皆様に外観から見ていただきたい。お、初めての外観だ。外観ですよ。確かに今まで間取りのみでしたからね、うん、でどうした、可愛らしい絵でしょ。誰もリアクション取らない。嘘でしょ。まあまずこのお家ですよ、うん、やっぱねお家のね外観はね、そこまで大きくは変えたくないなっていうのはね、うん、あるんですよ、うん、なんでね、まあ縁側を作りたい。ここ縁側です。でこの一応このデザインとしてはやっぱりロクソラリウムということで、うん、やっぱ6人の一致団結したお家がいいということなんでね、うん、空をイメージしたこの太陽の。これ何？これあれですよ、あのこれを作るんです。やばつけてんのこれオブジェです。で、ここのこの部分、これわかりますか？6、6、9じゃん。9だよ。それ清水さんの方から見たでしょ。内装いきますよ、うん、はい、こちらでございます。
ここが玄関で、掘りごたつと囲炉裏っていう冷蔵庫ともシステムキッチンみたいな感じにしましたよ、でここにかまどです、これ、この2赤くなってるの、でここが水回りです、はい、でここに窓をつけてね、ちょっとマウンテンビューですよ、ヒロシちゃん料理好きでしょ、マウンテンデュー、ね、でデュマウンテンデューは飲み物だよでもヒロシちゃん安心して、これ、ね、ちゃんとねここに子供心用意してるから、何それ、ビールサーバーとね、山谷にジュース何好きって聞いたら、オレンジジュースが好きって言って、オレンジジュースが無限に出てくるサーバーをね、どうやって無限に出てくるサーバーを作ってね、でもマウンテンデュー好きだとここにマウンテンデューのねサーバーも作っちゃいますよで、まあ階段で上に登っていきました。さあここです、2階でございます、全部で3部屋作って、客間通って、はい、お客さんいる時は必ず客間通って嘘でしょ、こちらはもう行く時大変じゃん、なんでみんな動線考えないので、ここは窓ですよ、まあ全面窓にしちゃってね、ここ僕の部屋です、最低なんだっけこの間取り、これ木造じゃ無理だから、キャッカキャッカ、嘘嘘嘘でもここからなんかあのインスピレーションを得られる部分は、まあね、無理だよこんな、だって30坪ぐらいあるでしょここで、そうですよ、ここ柱4本じゃもう無理だ、もう多分違法建築いやいや却下されてる、鉄筋じゃなきゃ無理だ、鉄筋じゃないと、嘘でしょ、じゃあおい、そこまで言うんだったら見せてみなさい、はい、ドーン、まずここ玄関、みんなと一緒ね、うん、でこうやって入ったらみんな大好きいろりちゃん、いろりちゃんね、うん、いろりでしょ、うん、でこれ暖炉だ、暖炉、そう暖炉、暖炉欲しいと思って暖炉をつけました、でそうそう、薪この辺にほら薪をこうやってやればここの人が薪をくべると、それ誰そこ、うん、これカーリーさん、おい、これカーリーさんだからちゃんと6人ちゃんと椅子があるの、こうやってこっち大きいソファ、そこ俺じゃない、でこれカーリーさん、そうずっと巻きくべてないくべてないといけない、あったかいって言ってて、いや、いろりにも集まれよせっかくのあれあるんだから、朝ごはんこっち行くのめんどくさいからで、みんな大好きこれ L 字キッチン、 L 字キッチン、 L 字キッチン、これだと N だけどねN キッチンになっちゃうけど L 字ね、これ大事、三口コンロ、三口コンロか三口コンロかわかんないけど、三口コンロ、三口だね、うん、三口三口コンロ大事、これあれ、ハンモック、そう、くつろぎスペースでも2個しかないでしょハンモック、うん、だからねそんないらないでしょハンモック、だってみんながさ取り合いになっちゃう、取り合いになっちゃうから、ならないよ寝るときここ、ハンモックで、そう、みんな部屋ないから寝るときここで、でお風呂場ね、これなんで2つもあるの、2つなんだ、そう、だってほらみんなが取り合いになっちゃうじゃん、俺先俺先って、あ、これロフトね、ロフトロフトがロフトに風呂あんの、うん、2階とかじゃなくてロフト、あ、2階じゃないロフトだから、え、だってさすごくない、こうやって天井があるでしょ、天井からスーってこれが吊るされてて、屋根落ちるぜだからこお酒飲んで帰ってきてフラフラしたらここから落ちちゃうからね、登んねえよお風呂は順番とかじゃなくて、うん、空いてるところ行けばいい、水前、上はヒノキじゃないの、ヒノキじゃない、ヒノキは大変だから持ってくる、大変だ、いやもうここに風呂場作ること自体大変でしょよそうなのか、水を上に持ってかないといけないでしょ、あ、そっか、すごくない、まあ、これもう無理だ、なんで柱が取っちゃったら嫌で落ちるからヒロシちゃん、僕と同じ意見で結果です、ねえこことここですか、ほんとだそっくりじゃんそれ似てんだよな、そうだね、ほんとだ、でも俺はね上にお風呂場作るなんてそんな暴挙してないから、いやいやいや、これおかしい、どう考えてもおかしいですよ、動線考えてないね、だろ、動線、私はちゃんと動線を考えた、すぐ L 字でいける、動線もクソもねえじゃねえか嘘でしょ、いいでしょ、それでは山谷さん、はい、ちょっと下げてもらっていいですかなしなんでこれは、いやありだろ、なしなんだ、みんな夢がちっちゃいですね、だって考える分にはただですから、いっぱい考えましたよ、ビッグドリーム、いいですか、発表しちゃいます、はい、僕が考えた理想の夢の古民家はこちらです、じゃじゃん、誰かなんか言いなよどうなってるんだろうっていうのが、絵は可愛い、ですね、正面から見ましょう、うん、母屋の1階の間取りはこうなってます、あ、映せてるかな、うん、見やすい、は見やすい、まあ玄関ですね、玄関がここにありまして、それで
まあ、入りますと。そしたらここに土間が広がってますね、うん、土間が、うん、でこの玄関を入ったらもう左に、縁側通路が一段上がったところからも通路があって、うん、それが家の左端西側まで広がってます、うん、入ってから一緒じゃないか一緒じゃないか、うん、柱問題があるからどのぐらいの大きさまでいけるのかっていうのはまあ相談でもちょっとやっぱ大きめの空間、うん、みんなでご飯が食べれたり誰か遊びに来てくれた時に、うん、まあ鍋なりお肉なりみんなで囲めるような大きい場所ね、うん、田舎のお家とかよくあるけど、うん、でこっちはシャワールームシャワールームお風呂は家の外に作ったんで簡易的なシャワールームを家の中にそうすればスペースもちっちゃくて済むかなと思いました、うんうん、でここにシャワールームを作った理由っていうのはもう一個あって、うん、ここに勝手口を作りたいんですよ、うん、玄関とは別の勝手口をここはまあ水場なんだけど、うん、ここに勝手口を作ることによって、うん、いずれワンちゃんとかね、うん、ペットを飼った際ですよ、うん、外で遊ばせて、まあ、ここ水はけ遊んでよくないから、うん、足元がぐじゅぐじゅになって汚れてるとなのでワンちゃん用の勝手口をこっちに作りました、うんうん、だからシャワーがここにあるんです、うん、足をここですぐ洗えるから、うん、っていう意味での勝手口ね、うん、でシャワールームの横にキッチンアリサちゃんは巨大なキッチンを作ってましたが、はい、僕のビジョンでこれはむちゃくちゃちっちゃいキッチンになります。なんでだよ。一口。何も作れないよ。でその横にまた一部屋あるんだけど、ここには編集部屋を作りたいな。なるほどね。敷き詰めるね。編集部屋。うん、屋根裏はね、展望台ですよ。お展望台をね家の3階に作るんですよ。うん、これは望遠鏡です。だから、あのここガラス張りですね。ここは特注のガラス張りなんだ。ガラス張りです。ガラス張りなんだ。で、そうですね。地下もあります。地下。掘るの？自分たちで掘るんですか？もちろんもちろん。まあパニックルームです。強盗とかに襲われた時にここに逃げ込むんですよ。そう。で地下1はこれは我々一応声優って職業やらせてもらってるんで、うん、これチェックルームです、うん、防音これ防音室防音それいいですね、うん、欲しいな夢の家なんだからもう詰め込まないとでこれ右手に持ってるのは猟銃なんですけどあの我々の保存食を奪いに来た猿たちをやられてるのこれやっちまってますやっちまった後だ猿を退治しますまあこれなんやカットでで、お風呂、うん、お風呂は割とちゃんと考えてて、うん、で、母屋を正面に見た時に左手だからちょっと農園側に作るんですけど、うん、ちょっと小高いところにね、うんうん、こっちが屋内露天、あ、屋内場でこっちが露天、うん、で、まあ肌が見えちゃうんで、うん、それをね、この竹ですね、うん、竹でこう塀を作ります、うんうん、多分ロケーション的にはこっちがいいから、うん、こっちに向けて低い竹、うんうん、にして外がちゃんと見えるようにすると、うんうん、まあちょけた部分はありますけどでもここいいよねそう、うん、ちょけなしはあるよ、うん、ちゃんとあと床下収納を作ろう地下とは言わずも、うん、でもしかして掘ってみたら地下になっちゃうかもしれないし可能性ありますよ、ね、っていう感じですなるほど、はい、主玉のプランですけどね一概に却下して言えなくなっちゃったよしよしよし夢の古民家プレゼン大会をお届けさせていただきましたこれを見てくれている方に実際にあの人の作るお家がいいですとかあの人の作るお家が嫌ですとかなんで僕の方カメラ向けにいいじゃんいいじゃん素敵でしょうよもしくは私だったらこう作りたいいいそれいいそれいいねっていう意見であったりとか実際に絵描いてくれたらそれはそれですごく嬉しいので、まあ、公式のツイッターでもどこにでもいいのでまた意見をくれるとすごくありがたいですねということで今回もご視聴ありがとうございましたバイバーイまた次回もよろしくお願いします絶対作らない